GM プログラマユーザーライブラリ機能本動画では、GM プログラマのユーザーライブラリ機能をご紹介します。今回は、ライブラリの作成手順および使用方法について説明します。本動画では、ユーザーライブラリ機能、ライブラリの作成、ライブラリの共有の順で、GM プログラマのユーザーライブラリ機能を説明します。 ユーザーライブラリを使うことで一度作成したプログラムを簡単に他のプロジェクトへ流用することが可能ですまたライブラリファイルを作成し他社へ共有することで会社内でのプログラム標準化やソフト開発の工数削減ソフト品質の向上につながりますライブラリの作成 メニューバーのファイル新規プロジェクトを選択します新規プロジェクトダイアログが表示されますカテゴリー欄のライブラリを選択しテンプレート欄から標準ライブラリを選択しますプロジェクトの名前と保存場所を指定しますここでは名前をデモユーザーライブラリに指定し場所をユーザーライブラリフォルダに指定します OK ボタンをクリックします。標準ライブラリダイアログが表示されます。ライブラリタイプ欄から GM1 のタイプを選択します。ここでは e s キ c a t a g m 1 c s e c 1 6を選択します。プロジェクトバージョン欄からバージョン番号を選択します。ここでは1420を選択します。OK ボタンをクリックします。 ライブラリ用のプロジェクトが作成されますメニューバーのプロジェクト、プロジェクト情報を選択しますプロジェクト情報ダイアログが表示されます必要に応じて会社、タイトル、バージョンを変更してくださいここでは会社欄にパナソニックインダストリー、タイトル欄にサンプルリブを入力します OK ボタンをクリックしますライブラリ内に p o u を追加してファンクションブロックやファンクションを作成しますナビゲータウィンドウのデモユーザーライブラリオブジェクトを右クリックし表示されるメニューからオブジェクトの追加 TOU を選択します TOU の追加ダイアログが表示されます名前を入力し p o u のタイプを選択して 追加ボタンをククリックします。ここではこのようなファンクションブロック A ファンクションブロック B ファンクション A を作成しますライブラリを作成したら「メニューバーのビルドすべてのプールオブジェクトを検査します」をクリックしエラーがないことを確認します ラライブラリをプロジェクトで使用する手順作成したライブラリをプロジェクトで使用するにはライブラリリポジトリにインストールする必要がありますメニューバーのファイルプロジェクトを保存してライブラリリポジトリにインストールするをクリックしますこれで作成したライブラリがパソコンのライブラリリポジトリに保存されましたプロジェクトでライブラリを使ってみます プロジェクトファイルを開きますライブラリマネージャーを開きライブラリリポジトリをクリックしますリポジトリに先ほど作成したライブラリが格納されていることを確認します詳細ボタンをクリックするとライブラリに含まれるファンクションブロックなどの情報を確認することができます この状態ではまだプロジェクトでライブラリは使用できませんライブラリの追加をクリックしその他を展開して先ほどのライブラリファイルサンプルリブを選択します OK ボタンをクリックしますこれでプロジェクトにライブラリが追加され使用できるようになりましたライブラリ内のファンクションブロックを使ってみます MCTRG オブジェククトトをを開き、プログラムを作成しますネットワーク1にからのボックスを挿入しますボックス内のクエスチョンマークをクリックし右横のボタンをクリックして入力アシスタントダイアログを開きますカテゴリータブのファンクションブロック欄からサンプルリブを展開し FBA を選択して OK ボタンをクリックします 自動宣言ダイアログが表示され、OK ボタンをクリックします。ネットワークに FBA のファンクションブロックが追加されます。引数、X-Execute に True。I-Bar1 に1。I-Bar2 に2を入力します。このように、ライブラリのファンクションブロックを使用することができました。 オンラインで動作確認します。シミュレーションモードでログインし、運転を実行します。ファンクションブロック A をダブルクリックすると、ライブラリの中のプログラムを見ることができます。また、ファンクションブロック上で右クリックし、ブラウズ、 宣言へ移動、もしくはインスタンスへ移動を選択することでも内部処理の確認ができますライブラリファイルの削除方法を説明しますライブラリをリポジトリから削除するにはライブラリリポジトリを開きインストールされたライブラリ欄からその他、サンプルリブを展開しバージョンファイルを選択して アンインストールボタンをクリックします。確認のメッセージが表示され、はいボタンをクリックします。閉じるボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。これでライブラリの削除ができました。ライブラリファイルをインストールする手順ライブラリファイルのインストール方法を説明します。 ライブラリファイルをインストールするには、3つの方法があります。方法1は、ライブラリプロジェクトでプロジェクトを保存して、ライブラリリポジトリにインストールするを行います。方法2は、名前を付けて保存したライブラリファイルをライブラリのリポジトリからインストールします。 インストールボタンをクリックしインストールするライブラリファイルを選択し開くボタンをクリックしますライブラリがインストールされていることを確認します方法3は名前を付けて保存したコンパイル済みライブラリファイルをライブラリのリポジトリからインストールします インストールボタンをクリックしインストールするコンパイル済みライブラリファイルを選択し開くボタンをクリックしますコンパイル済みライブラリがインストールされていることを確認しますソースコードの隠蔽コンパイル済みライブラリの使用ライブラリで作成したファンクションブロックなどのソースコードを隠蔽する方法を紹介します ラライブラリプロジェクトでメニューバーのファイルコンパイル済みライブラリとしてプロジェクトを保存をクリックしますファイルの保存場所とファイル名を指定し保存ボタンをクリックします拡張子が c o m p i l e ルドライブラリのファイルが生成されましたこのライブラリをリポジトリにインストールしますプロジェクトファイルを開きライブラリマネージャー ラライブリリリリポジトリをクリックッしますインストールボタンをクリックし先ほど作成したコンパイル済みライブラリファイルを選択し開くボタンをクリックしますリポジトリに先ほど作成したサンプルリブライブラリが格納されていることを確認します閉じるボタンをクリックしますライブラリの追加をクリックしライブラリファイルサンプルリブを選択して OK、ボタンをククリックしますここではすでにサンプルリブファイルがプロジェクトに追加されているためこのようなメッセージが表示されますログインして動作確認します先ほどは「 ライブラリのファンクションブロックをダブルクリックするとソースコードを見ることができましたがコンパイル済みライブラリのファンクションブロックはソースコードを参照することができませんこのようにしてコアなアルゴリズムをブラックボックス化することで技術流出の防止にも役立ちますプロジェクトとライブラリをセットで共有する手順 プロジェクトアーカイブの使用プロジェクトファイルとプロジェクトに追加されているユーザーライブラリをまとめてプロジェクトアーカイブファイルとして保存することができます保存したファイルを別のパソコンの GM プログラムで回答しプロジェクトファイルを編集することができますユーザーライブラリを使用したプロジェクトファイルを他社へ共有した際に 共有された側のリポジトリにライブラリが保存されていないとプロジェクトでエラーが発生します。プロジェクトアーカイブに保存したライブラリは、回答時にリポジトリに自動的に保存されます。プロジェクトアーカイブファイルの拡張子は、ドットプロジェクトアーカイブとなります。プロジェクトアーカイブの保存方法を説明します。ここでは、 ドットプロジェクトファイルから操作しますメニューバーのファイルプロジェクトアーカイブアーカイブの保存をクリックしますプロジェクトアーカイブダイアログが表示されますプロジェクトアーカイブに追加するユーザーライブラリを指定し保存ボタンをクリックしますプロジェクトアーカイブの保存ダイアログが表示されますファイルの保存場所とファイル名を指定し保存ボタンをクリックします プロジェクトアーカイブの回答方法を説明しますメニューバーのファイルプロジェクトアーカイブアーカイブの回答をクリックしますアーカイブの回答ダイアログが表示されます回答するプロジェクトアーカイブファイルを選択し開くボタンをクリックしますプロジェクトアーカイブを展開ダイアログが表示されますプロジェクトアーカイブの回答場所 回答するユーザーライブラリを指定し、回答ボタンをクリックします。指定した回答先にプロジェクトファイルが展開されます。これで回答されたプロジェクトファイルを編集することができます。以上で、GM プログラマのユーザーライブラリ機能の説明を終了します。ユーザーライブラリはプログラム開発の効率化に大きく役立ちます。ぜひご活用ください。 Panasonic industry.